高身長イケメン、せめて1年の祝日は半分ぐらい減らしてほしいです。今回ですね、白パンツの教科書2023年秋冬編、よいしょ。やっぱりね、白パンツって可愛いっすよね。2年ぐらい前に大流行して、そっからは定番としてね愛されていて、秋冬そして春夏に欠かせないアイテムになったんかなとね思います。ただやっぱりね、日本人ってどうしても体型的に短足な人が多いし、しかも僕みたいな164センチのザ日本人体型の人間やと、結構着こなすのが難しいと言われてきたパンツなんですよね。僕も過去はねそう思っていたんですが、白パンツをかっこよく履きこなす方法をね、今回は合計で7個持ってきました。この方法さえね真似していただければ、僕も白パンツのコンプレックスとかがなくなったんで、ぜひね皆さんにも取り入れていただいて、よりねこう幅広いファッションというか、秋冬のねアクセントとして大活躍するこの白パンの履き方をね一緒に勉強していけたらいいなと思っております。このチャンネルでですね、低身長でも低コストでファッションを楽しむ方法や、ユニクロや GU のプチプラ情報を発信していますので、よかったらですねチャンネル登録をお願いします。日本中の低身長男性をかっこよくして、低身長イコールねかっこいいという新たな常識を作るのが目的です。ぜひ応援お願いします。では本編どうぞ。今回ですね、低身長男子のための白パンの教科書と題しまして、1個目がねレザー系の靴を履くでございます。低身長男性に白パンツが似合いにくいと言われていた、まあ1個の原因がですね、子供っぽく見えるっていうところなんですよね。僕は低身長でも似合うと思ってるんですけども、確かに子供っぽくなりすぎたら、そもそも低身長って背が低くて子供っぽく見られやすいから、だからかなってことで、スニーカーよりも革靴の方が白パンには相性いいです。サイドガーブーツとか、あとはウィングチップのシューズとか合わせております。レザー系と合わせることによって、足元の印象が一気に引き締まることによって、スタイルがよく見えて大人っぽく見えて、低身長でも似合うようになります。これは低身長に限らず、やっぱり白パンというのはですね、レザー系の靴と合わせるとかっこよくなりやすいので、ぜひねやってみてください。2個目がですね、違和感を感じないぐらいの厚底の靴でございます。最近ねメンズでも厚底の靴やヒール高い靴履く人もねいると思いますが、僕はねそれももちろんかっこいいとは思います。身長を盛る分にはそれがね一番効率いいかなとは思うんですが、やっぱりね164センチの僕が10センチぐらいのヒールの靴履いてたらさ、ちょっとちょっと面白い、いやめっちゃ失礼だけど、ちょっと面白くなっちゃいがちなんですよね。ファッションがモードっぽくなりすぎる、なりたい方向性と違うファッションをさしてなあかんくなっちゃって、それってなんかこう違うやん、ファッション楽しめてないやん。だから違和感を感じない程度のサンダル、例えばソールが 3.5 センチとか、高くても 4.5 センチぐらいがおすすめです。その中にですね 2.5 センチとか3センチのソールを入れてもらえれば、身長をめちゃくちゃ漏れますので、ぜひね違和感を感じない程度の厚底の靴をですね買ってみてください。僕はハロゲートのケンジントンっていうサイドガーブーツを最近買ったんですが、非常にねコーデュロイパンツや他のパンツとも相性良くて、ね、気に入っております。で中に 2.5 センチのインソールを入れて、6センチぐらいね身長持ってますね。6センチね足長くなればどんなパンツもかっこよく履けますので、ぜひねやってみてください。3つ目が白や茶色の靴でございます。これ結構ねファッションとしては難しい、難易度が上がるんで、頭の片隅にでも置いててほしいんですが、靴とパンツの色味を合わせると足が長く見えやすいんですよね。なんで靴に白を持ってきてもらえるとスタイルアップ効果につながって足が長く見えて似合いやすくなるんですが、冬にね白パンツの靴ってなかなかむずいってことで、ブラウンの靴をね履くっていう方法もあるんですよ。黒よりは色が明るいから白パンでも合わせやすいって。ただブラウンもカジュアルっぽいカラーやんか、だからあんまかっこよくなりづらいというか、有彩色が1個靴に加わるだけでコーデの難易度がちょっと上がっちゃうんですよね。トップスが明るめのグレーとか、全体的に淡いカラーでいって靴をねブラウンで引き締めるとかやったらいいんだけど、コーデがね割と難易度上がっちゃうんで、僕はね基本的に黒の靴でいいと思ってますが、白の靴やブラウンの靴を履くっていう方法も頭の片隅に置いていただいてもいいのかなと思います。4個目が短めのトップスを着るです。短めのトップスを着ることによって物理的に足が長く見えますので、
って足が長く見えるとスタイルがよく見えて低身長に見えなくなってかっこよく履けるんですよね。そもそも僕たち低身長男性にとって短めのトップスなんてめったにないんですが、そこはですね、僕はシウンという低身長男性に向けたブランドもねやっていまして、このパンツもこのニットもそうなんですよね。そういう時は低身長男性に向けたブランドとかをねリサーチしてもらえるといいのかもしれませんね。ミディアム丈のアウターよりもショート丈のアウターとか、あとはもうロングコートを着ちゃって体のラインを隠すとかいう方法もあるんですが、トップスは短めのものを着るっていうのは絶対ねやっていただいて失敗はないかなと思います。5個目が生地が分厚すぎないものを選ぶです。皆さんも経験あるとは思うんですが、分厚すぎるデニムとか、あとはこういうコーデュロイパンツの生地の分厚いやつとか、秋冬のパンツってさ生地が分厚いもの多いやんか。そうなってくるとよっぽどサイズが合ってない限りごわついてかっこよくなりづらい、スタイルがめっちゃ崩れるっていう経験したことないですか？僕はあるんですよ。めちゃくちゃ厚手のあったかいウールパンツ買ってテンション上がってんけど、いざ着てみると全然似合わない。これがね多々あってね非常に困っていたんですが、生地の薄めのね秋冬用の白いパンツとかを去年か一昨年買ったんですが、その時にね、あ、結構この感じの生地感やったら足元にドレープ感が生まれてシルエットが崩れにくい、短足に見えづらいなと思って、これやったら俺似合うなって思った経験があったんですよ。それから白パンを履くときは生地の厚さにね結構注目してます。白パンを履くときは硬い分厚い生地のパンツを履くのは足を長く見せてかっこよく履くっていう面では避けた方がいいですね。6つ目がストライプやコーデュロイとかの縦軸が入ったアイテムを選ぶです。皆さんもご存知の通りだとは思うんですが、コーデュロイの生地の縦軸やストライプ側のストライプ、あとはセンタープレスとか縦軸が入っていると足がね細長く見えるんですよ。足が細長く見えると低身長でもかっこよく見えるんで、僕みたいな低身長短足の弱点って体のバランスがね悪いことなんですよ。チビでも体のバランスが良かったらかっこいいんですよね。不細工に見えないんですよ。例えば佐藤健さんとかさ、身長170ないと思うよ。多分プロフィールには170って確か書いてたけどないと思うんですけど、でもかっこいいや。あれはやっぱ体のバランスがいいからなんですよね。なんで体のバランスをよく見せるためにはコーデュロイとかストライプやセンタープレスをね入ったパンツをね選ぶと低身長でもかっこよく見えます。ぜひね白パンを履く際はそちらを注意してみてください。7個目がなるべくハイウエストで履くです。やっぱり白パンを履きこなす上でダボつかせるのはあんまり良くないんですよ。裾が地面引きずってるとか、靴の上にダボダボにクッションが溜まってるとか、その辺をなくした方が白パンはねかっこよく履きやすいんで、なるべくねハイウエスト気味で履くことを僕はお勧めします。ハイウエストでね履くことによって腰の位置も高めに錯覚されやすいので短足にね見えないんですよ。今はね腰落としてますが、これを上に持ってくることによってシンプルにねこの分ね足がすっきりしてスタイルよく見えますので、僕と同じで短足で白パンに限らずどんなパンツもね似合いにくいって思ってる方はぜひねチャレンジしてみてください。今回ね合計7個のテクニックを紹介していきましたが、やはりファッションは自由ですので、皆さんの思う通りに服をね着ていただくのが一番ですが、足をね長く見せたい、第三者からかっこいいと思われたいと思っている方はですね、ぜひねこちらの方法もチェックしてみてください。でね、やっぱ白パンって難しいとか思ってる方はね結構いるんですが、僕はね低身長に似合わない服なんてねないと思ってるんですよね。なんでそう思うかというと、やはりね低身長が似合わない原因って、例えば白パンやと白パンが似合わないんじゃなくて、サイズが適切ではない白パンが似合わないっていうことだと思うんですよね。なのでこのねシウンで作った白パンもそうですが、他の低身長男性に向けた白パンとか自分に合うサイズの展開をしているブランドをね見つけてもらって、そこのオンラインストアにさ大概サイズチャートって貼ってるやんか。そこのサイズチャートとかサイズ表を見て、そのね数値に近いパンツをこれからも買っていけば似合わないとかサイズ感が難しいっていう失敗もなくなってくるんでね、その辺の方法もね試しつつ一緒にねファッションを楽しんでいければなと思います。では今回もねご視聴いただきました。このチャンネルですね、低身長でも低コストでファッションを楽しむ方法や、あとはねプチプラの情報を発信していたりしますので、よかったですねチャンネル登録をお願いします。日本中ね低身長男性をかっこよくするのが目的です。ぜひフォローお願いします。またお会いしましょう。以上、アリベッテチ、バイバイ、アッシャー。